イルズとは、トルコ共和国における大学院適正試験で、研究者や大学院志願者などが受験する。正式な綴りは、アコダミックパーシノル VE リーサンスアゲティムジアリース、スナブである。2007年以前は、レと呼ばれていた。試験は春と秋の計2回行われる。科目はトルコ語と数学の2科目で、それぞれ80問からなり、制限時間は、 それぞれ90分である。普通、大学院に出願するためには100点満点中最低55点以上必要で、イスタンブール大学などの有名大学では65点以上必要な場合が多い。ただし、修士課程を経ずに、博士課程に出願する場合は、最低70点以上必要2011年度より試験の改正が行われた。 科目はトルコ語と数学の2科目であるが、問題がトルコ語1、トルコ語2そして、数学1と数学2のように分割された。問題数は、各50問、計200問である。試験時間は180分である。受験者の希望する学科によって、必要とされる科目は異なるため指定された問題のみ、回答する。ありがとうございます。